雨が降りませんね。雨がね。もう本当毎日毎日ダムの貯水率が気になって気になって。昨年とねでも一緒なんだよね。今でね 60% から 70% ぐらい で昨年も結構落ちたんだけど、昨年は今ぐらいの時期から急に雨が降り出してボーンと上がったんだけど、まあ梅雨に入ったら上がるんじゃないかなと思って、期待はしてるんだけど、まあ、福岡市内は五箇山ダムっていうもう巨大なダムができたから、もうあそこの水がめがるからまず枯れたりということはないんだけど、行ったことある五箇山ダムってめっちゃでかいから、もうものすごいでかいから行ってみたい。あのちょっと山、あの佐賀県とのちょうど境目にあって、もうちょっとそこ行ったら、佐賀市内の何とかっていうあの道の駅みたいなのがあるよ。ちょっとあの景色の綺麗な道の駅がある。うん、それぐらいでっかいんだけど、あの五箇山ダムのちょっと上のところに枯葉剤が埋まってんだよね。245T っていうね、ダイオキシンを出すね、枯葉剤が埋まってるんだよ。なんで埋めてるかっていうと、処理ができないから。処理ができないから、とりあえず埋めておいて、そこに置いといたわけ。もう40年とかぐらい前、1970年代とか80年代とか、もう処理が困ってしまって、できないから。当然その時にはダムができるなんてことは分かんないから。でも最近だと、なんでこれが問題になったかっていうと、熊本の球磨川の豪雨被害があったじゃない。あの時にその九州各地に埋められてるんだけど、その埋められてたやつが露出しちゃったの。そしたら、まあ、流れ出てはいなかったんだけど、露出したらでちょっとでも流れたらもう水全部使えないからアウト。五箇山ダム、巨大なダムだし、まあ、当然佐賀県の方にも行ってるし、福岡市内の水も供給してんだけど、上流がダメになっちゃったら下流は全部ダメになるから、いやめっちゃね怖いんだよ。でそれ の調査がやっと始まるんだよね。どうやって処理するのかとか、どうやって除去するのか、どうやってその防御するのかみたいなのがね、まあ俺ゴテゴテに回ってるなと思うけれども、もういつ何時そういうことが起こるのか分かんない世の中だよね。またほらあのいろんな値上げだとかね、ウクライナ情勢とかもどうなのか分かんないし、僕もいろいろなあの株とか持ってるけれど、まあもうめっちゃ下がってるからね。おーめっちゃ下がってるよ。下がってて証券会社からあのフォローのメールが来るぐらいだもん。今下がってるから皆さんやきもきしてると、おご心配でしょうがみたいな感じで、そういうところにまたそんなことがあったりすると、あのどういうことになるか分かんない。いわゆる不確実性の時代に来てるんだよ ね。不確実性の時代、ブーカの時代ってねよく言われますけどね、ボラティリティとかね、こう不確実性曖昧だとかね、ブーカの時代に僕ら生きていると言われてるけれども、足元見たら本当にあの怖いことがいっぱいあるんだけど、まあ、それを気にしてたら生活なんかできないから、目の前のことを一生懸命やっていくしかできないと思います。まあ、先週もかなり患者さん新規の人をヘトヘトになりながら見ましたけど、今週も一生懸命見ようと思いますけど、まあ、その中で僕がやっぱり目が行き届かなかったりとか、あるいは忙しくしてそうだからちょっと質問したりだとか何か意見したりとかいうのをちょっとためらいがちになる可能性がなきにしもあらずだと思うけど、そういう時にこそ自分の立場とかではなくて、そこを超えて患者さんのためだとか他の人のためだということで必ず僕の方に言うようにしてください。僕も完璧じゃないので必ず忘れたりだとか見落としてたりとかっていうことがあるので、ぜひとも協力をお願いします。今週はですね、26日がお昼が関西テレビの取材ね。で27のお昼がね、これがロッテの企画なんだけど、子育て世代のお母さんたちとなんか対談するみたいな、ね、座談会みたいなのがあります。で28日がアイベマスターコースの
2回目なので先週と同じように終わったら土曜日終わったらすぐ帰ります。で29日は日帰りで東京行ってコロナ後遺症見てきて、で、まあ、30日もちょっとミーティングとかありますけれども、そこそこ忙しいですが、今月もしっかりと乗り切りたいと思います。なので不確実な時代だし、いつ何時何が起こるか分かんないから、まあ、とりあえず息ができている、飯を食うところがある、ね、命がある、あ、それだけでもよかったなというふうに思えるように生活することが一番幸せの近道かなというふうに思います。今日と同じ明日、明日と同じ明後日、ね、変わらないのが一番。幸せだとか、ね、なんかものすごいいいことがあるかなっていうのが幸せなくても、本当に変わらない普通に生活していることが一番の幸せだから、ね、まあ、日々まあ、今日も一日普通に終えたなとか、今月1ヶ月間、まあ、何事もなく大きなことがなく終えたなということが、それが最良の幸せだというふうに思うので、まあ、今週も1週間何事もなくいきたいというふうに思います。以上です。